カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代を呼び、原生ブナ林は、ヨーロッパ18カ国にまたがるユネスコの世界、遺産登録物件である。登録名は単なる、ブナ林だが、日本のブナ林とは異なり、ヨーロッパブナの森林を対象とする。当初、東カルパティア山脈に残るヨーロッパブナの原生林が、ヨーロッパに残る同種の森林の中でも、 樹齢、種類の多様さ、木々の大きさ、範囲の広さなどの点で突出した価値を持つとして、世界遺産に登録された。その時は、スロバキアとウクライナが共有する、カルパティア山脈のブナ原生林だったが、2011年には、ドイツ中部、北西部にある15箇所のブナ林が追加され、カルパティア山脈のブナ原生林とドイツの古代、ブナ林となった。 2017年にさらに9カ国が追加されて、現在の名称になり、2021年にさらに6カ国が加わった。登録対象は、ウクライナの6カ所とスロバキアの4カ所、ドイツの15カ所の計25カ所、他15カ国の自然保護区である。行政区分上は、すべてザカルパッチャ地方に含まれており、スロバキアの登録対象はすべてプレショ県に含まれている。 保護区別に見た場合、ウクライナの対象のうち5箇所は、カルパティア生物圏保護区に含まれ、残り1箇所は、ウズハンスキ国立公園に属している。スロバキアの4箇所は、ポロニニ国立公園と、その干渉地域の保護区、および、ハボゾバ自然保護区とバイアーラット景観保護区にそれぞれ、含まれている。登録名にも現れているようにブナカの原生林に、覆われているが、 標高によって、ヨーロッパブナ、ヨーロッパなら、冬なら、ヨーロッパモミなど種類が異なる。ブナメの樹木としては、オールネスビリディス、西洋シデなども見られる。それ以外にも、ノルウェーカエデ、コブカエデ、西洋ボダイジュ、冬ボダイジュ、西洋トネリコなどが生育している。登録範囲の森林には、確認されているだけでも481種の菌類が生息している。 他にも、登録範囲内には、地衣類、コケ類などが各400種以上ずつ確認されている。イカンタバ植物は1100種以上である。登録対象範囲には、73種の哺乳類が生息しているが、大型哺乳類には、ヒグマ、ヨーロッパバイソン、大山猫などのように、第二次世界大戦後に他の地域から移入されたものも含まれている。他に、20種の魚類。 10種の両生類、8種の爬虫類、101種の鳥類などの生息が確認されている。もともとは、スロバキアの原生林として、スロバキアが単独申請していた。しかし、2003年の国際自然保護連合の勧告を踏まえて、推薦文書の練り直しが行われ、ウクライナとの共同申請という形で2006年1月に再提出された。 2007年の世界遺産委員会で審査され登録が決定した。その後2011年にはドイツの古代ブナ林が追加登録された。IUCN は中央ヨーロッパのブナ原生林といった形でのさらなる拡大の可能性も示唆していたが、2017年には西ヨーロッパや南ヨーロッパにまでまたがるより広範な拡大登録が実現した。 この時点でシュトルーベの即地庫を超えて保有国数では最多記録となっていた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この基準の適用はほとんど手つかずに残されたブヤ林の多彩さが種の変遷を考える上で重要なものとなっている点が評価されたものである。スロバキアとウクライナが提出した推薦書は 顕著な自然美を有するとして、基準の適用も求めていた。IUCN は、ヨーロッパレベルの自然美として優れたものであることは、認めたものの、全地球規模での顕著な普遍的価値を認めるには、不十分という判断を下した。世界遺産委員会でも、この勧告通り、基準の適用は見送られた。同じく推薦書では、絶滅危惧種の重要な保護地などに適用される。 基準にも該当するとされていたが、生息する、生物種の希少性の点で疑問が寄せられ、適用は見送られた。ありがとうございます。